始まりました、コアクマビーン第19回。こんばんは、コアラ星から来ましたコアです。心からの愛を届けます、下心満載です。今日もこの時間がやってきました。こちらの番組でゲスト様をお呼びし、ゲスト様とあのストレス解消やガス抜きができればと思い、あの本音トークをぶちまけていこうと思います。ですね、あ、そう、今日の着物、こちらの今日の衣装はこんな感じです。後ろもね、可愛いんですよ。最近ですね、あの着物教室に通い始めました。実はまだ3回しか行ってないんですけど、で今日はこれはレンタルなんで、あの自分で着てなくて着させてもらったんですけど、いずれ自分で頑張って着ていこう、着てくる時がやってくると思うので、お楽しみにしてください。それでは、ゲスト様をお呼びする前に今週の大暴露を一つお話ししたいと思います。私のですね、失敗談なんですけど、よくなんか下着を履き忘れちゃうっていうことがあって、遅刻とかそういうのをねしそうになった時とか、そういうのがあるんですよ。まあ家であんまり何もしてなかったりとか、そういうことがあるんで、まあコアラなんで私、まあ今日のねゲストさんも女性の方なんですけど、そういうのがあるかなっていうのもちょっと聞いたりしてみたいなっていうふうには思ってます。はい、では今日のゲストさんをお呼びしようと思います。今回のゲストは MC 女優のさやのみさきさんです。イエーイイエーイ、さやのん、さやのん、こんにちは。こっちがマイクですからね、座ってくださいね、はい、お邪魔します。どうぞ。下着はいつもつけてます、さやのみさきです。お願いします。忘れたことないよ。上も下もない。ないあ、ないんだ。さすがにないな。じゃあ逆に着てたことは、その水着の下に間違えて着てたってことは。それもないね。あ、そうなんだ。そこら辺はちょっとちゃんとしてるかも。そっちは結構多いですけどね。確かに、プールの時に酔っ払って脱いじゃうことあるかも。なんか家で暑いなと思って脱いでることはある。夜中一人で飲んでるんだ。一人で本当にたまにだけど、はい、家で飲むときに、はい、ある。なんか朝起きてパンツ履いてないとかはあった。あるじゃん。あるじゃん。え、パンツだけですか。パンツだけだね。なんかわかんない、意味がわかんないの。ブラをつけてたりするの。マジ意味不明だよね。結構ね、きついのにね、下だけ、ね、まあでも開放感ってありますよね、やっぱ。でも本当にやめようと思った。でも一人でしょ。一人一人だから別に問題ない。そう、誰も見られてないから大丈夫、うん、大丈夫です、はい、こんな大丈夫。オープニングでこんな話して大丈夫。私そういう番組なんでね。あ、じゃあまあ今日はそんなテンションで、はい、ね、はい、ゆるくお届けしますよ今日も。お願いします。自己紹介とかありますか。自己紹介、ね、今俳優を普段はやらせていただいてます、さやのみさきです、はい、今日はね、なんか緊張しますね。ね、緊張してるよ私。こうね、もうすでにね、ちょっと何回かね、そういただいてますからね、引っ掛けちゃってるんですけど、初めてよ私このお仕事でアルコール入れてっていうのが初めてすぎて。50分話すのって結構緊張するから。そうか、飲んどいた方がいいですよ。だんだん飲みましょう、うん、そうだね、はい、うん、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。とりあえずじゃあ乾杯しましょう。ね、しよう。乾杯。乾杯。お願いします。皆さんもグラスを持ってください。はい、さやのさんとはですね、あの、うんうん、私があの主演を務めさせている、させていただいている映画で、もうロルツがね、回ってないね、大丈夫。ストリームアジャンパラダイスっていう、見れてる、大丈夫。ストリームアジャンパラダイスっていう映画で共演しているんですよ、うんうん、はい、させていただきましたね。そうなんです、その話も後でしましょう。しましょう、しましょう。そんな感じで、あの女優仲間ということで、いろんな話をしていきたいと思います、うん。さらにさやのさんは野球が好きだということなので、はい、野球の魅力も後半は教えてもらおうと思います、はい、
ちなみに私はまだ野球の魅力は全く分かっておりませんので、はい、お願いいたします。はい、伝えられるかな。大丈夫です不安です。大丈夫かな。不安ですけれども、さらに後半はこちらの番組で大人気の体を張った企画もしっかりと準備しておりますので、はい、私たちの普段とは違う顔がどんな顔になるのかお楽しみにしてください。はい、ということで、あとは X のコメントもお待ちしております。これ毎回すごく楽しみにしていますので、どんどんコメントをください。はい、お願いします。何でもいいです。何でもいいのでコメントしてください。コメントください。はい、ではではコーナーに行ってまいりたいと思います。さやのさんと仲良くなりたいのコーナーざっくりとってもざっくりとってもざっくり仲良くなりたいのコーナー。そう、何すんの。まだ仲良くないからまだ仲良くないから。そうね、何話しますかね。うん、どうですか最近。なんか石破さんとか総理になりましたけどねすごい政治トークから入るんだね。どう思います、石破総理って。なんかでも、結構なんパッとしない感じだって言われてたよねX でね大丈夫かなって思って言われてた、私が思ったわけでは、はい、はい、ない、私は思ってましたまあなんかあとなんか大臣か誰かの一人がめっちゃタヌキに似てるってこんなんなってるやつなんかぼーっとしてるめっちゃ似てるってやつを見てほんまに大丈夫かなってなってた。日本で大丈夫かなって不安になりました ね、なってたなってたそんなコメントいただきました。おー、ありがとうございます。ありがとうございます。3つも、みどりくん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。こわちゃん、はじめまして。さやのさん、下着の話から入る番組にいらっしゃいませということで、マジでどうしようかと思ったそこに座ってる時緊張するよね。何の話しだすんだろうと思ってこせさん、こわちゃん意外にポンコツ。そう、しっかりしてるってね言う人は言うけど、ポンコツっていう人は言うっていう、結構自在に変わるタイプちゃんとしてる時もある。ちゃんとしてる時は、一緒にいる人がちゃんとしてないなって思った時、めっちゃちゃんとする。なんか人によって変わるの。変わる。それ何、コアラの特性かなんかコアラ特性。今日は多分ちょっとちゃんとしてる。ちゃんとしてる方なんだ今日は。今日はでも大丈夫。でもロレツは回ってないけどでも今日は一応なんか芸能的に、先輩だってことは分かって。あ、そうね。やっぱいつから芸能は。私ミスフラッシュっていうのが2022からやってるんで。すごい。じゃあサイムさんが。私はちょうど去年の11月とかなんで、もうすぐ1年とか。まだ1年経ってない。経ってないんですよ。ほやほや。そうなんです。ほやほやですね。はい、なんでパイセン何でも聞いてください今日は。うん、お願いします。何も聞いて、お願いします。何でもいいからねはい、極悪堂さん、こんばんは。こんばんは。今日また可愛いお二人の企画楽しみに見てます。ラジオ頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。最初からこんなコメントいただいて、ね、嬉しいですね。とっても嬉しいです。どんどんもうどしどし送ってくださいねはい、もうこういう番組はリスナーありきですからね、はい、そうですよ、はい、送ってください。ちなみにですね、今日この間はトルティーヤチャレンジっていう、体を張った企画はトルティーヤチャレンジっていうのをやったんですよ。トルティーヤって何、トルティーヤって食べるやつだよね。そうそうそう食べるやつ。ピザの下の部分みたいな、あれを口こうプーってやって喋らない、プーってやったままじゃんけんして勝った方が負けた方にトルティーヤを顔面に投げつける。でプーって笑っちゃう、音出しちゃいけないっていう、そういうのをやったんですよマジで体張ってますね。そういうのどうですか、やります。やりますやります、ね、大丈夫そう。私本当に体今まで張ったことないよ。ゼロないない。あ、結構なんかほわ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 ってしてる感じでね、してますね。通ってるらしいですよ。でもちょっと暴きましょう今日はどういう人なのか暴きますから。まあでも初手でね、もうなんか酔っ払ってパンツ脱いでる話してるからちょっと心配だけどね大丈夫かな。意外に話してくれると思って今日はね、最後期待してくださいね、さやのさんの、まあね、知らなかった一面が知れるかもしれない。脱ぎっぷりをね。脱ぎません脱がないよ脱がない脱がない脱がない。え、そう、捕まっちゃうからね。さやのさんの人生年表ももらいました。はい、そしたらね、めちゃくちゃいっぱい書いてくれたんですよ。なんか人によってね差があるみたいね。そう、全然書いてくれない人は全然書いてくれないんですけど、なんて言えばいいですか。
さや飲んでいいよ。さや飲、うん、さや飲、コアちゃんでいいのかな。いいです、うん、さや飲の仲が悪いのがなんか伝わってない。大丈夫、仲があんまりね、まだ良くない感じ。まだ良くないかも ね。でもあんま喋ったことないもんだって、うん、だって役そんなにね、そうシーンなかったもんね。かぶってないぶっちゃけるとね、そう帰りの電車でちょっと喋ったぐらいかな。そう、バスかな、合間までとか、ね、あの移動とか、そうそうそう、それだけなんですよ、うん、まあ、にしてはじゃあ仲いい方なんじゃない。そう、なんか印象とかあります。じゃあ喋ってきます、お互いの印象先喋ってきますか、うん、コアちゃんの印象は、はい、でも本当に顔がコアラだなって私は思ったの。嬉しい、嬉しい。でもなんでコアラなんだろう、顔が似てるからかなってずっと思ってるんだけど、なんか何、コアラに似てるからコアなの。いや、コアラ星から来たから。コアラ星から来てるのか。コアラ星から来てるからかかだから、あのコアって名前で、いつ前まで、その2022年の前まではコアラ星にいたから、うん、ああそっかそっか、うん、コアラ星から来たんだもんね。それでもコアラ星って何なのかあんまりわかんない、うん、顔がね、顔のパーツがねめっちゃコアラに私は似てるなって思ったの。だからどう似てますか皆さん。だからコアラなのかなってずっと思ってたんだけど、そうなんかね、そういうわけではないみたい。コアラ性から来たんだもんね。そうだよ優しいでしょパーツってどこら辺、鼻、コアラって言えば鼻がでっかいからね。でもなんかこの目と鼻と口のパーツの配置がコアラ、うんうん、そっか。なんかでもね、さやのは絶対コアラじゃないもんね、うん、私絶対違うよね。なんだろう、キツネ、キツネ、うん、初めて言われたキツネらしい私、うんうん、キツネ、キツネ顔じゃない。キツネ顔って初めて言われた。あ、そう、何顔なんでしょう、ね、垂れてコメントください。コメントいただきました。みーみーさん、ありがとうございます。さやのさん、こあちゃん、こんばんは。こんばんは。楽しく見させていただきます。ありがとうございます。今日コメント多いですよねえ。あ、わんさか、そうなんですか。嬉しいですよ。ポセさん、さやのパイセンにいっぱいおごってもらえ、ごちそうさまです。そういうところだけ、今日によりますから。今日の態度次第ですからね。わかりました。じゃあ、あのおとなしくします。何か食べたいものありますか、先に、気づきますが、じゃあ一応焼肉で。がっつりね、遠慮なく言うタイプ、ね、まあね。みどりくんから、さやのさんはビビらせてますか、はい、引かれないようにコアちゃんごもる。ええ、ビビってます。多分ね、結構、うん、ビビってないですよね、うん、ビビってはないかな、ね、うん、あのね、あれですよね。動じないタイプですよね、あんまり。どうだろうね、確かにそんなにあんまり感情の起伏は激しくないかもね。でもこういうの秘めてるタイプですから、うん、だから今日すごい飲めって言われた。そうですよ、あの、ね、乾杯、乾杯、一気飲みですかね、こういうの。あ、すごい、美味しいね。あ、ねえそういうことする。いや、俺出ちゃったからちょっと一時みたい。まあね、あの久々に私も飲んでますよ、本当に。まあ、今日自由にやりましょう。はい、自由にやりましょう。人生年表もやったんで、ちょっといいですかね、ほりはほり、うん、聞いちゃっても。そんな聞くことあるかな。埼玉県で生まれたんですけれども、うん、あの、え、何、なんだ、ん、お酒どこにある。あ、お酒ね、うん、埼玉県で生まれたけど広島で育ったんですよね。そう、私生まれは埼玉。あ、すいません、すいません、パイセン、パイセン、パイセンだからいいっすよ。ありがとうございます。飲みな、飲みな、すいません、飲みな、ありがとうございます。あ、つ、次も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 、広島弁でちょっと喋ってみ。これが一番難しいやつ。なんかそう、広島って言うと大体みんなに、うん、広島弁でジャケーだ、ジャケーだ。あ、そう、そのイメージある。ジャケーってだからっていう意味だからな。だからなんだ。みんななんか何を言ってんのっていう気持ち、うん、こっちは。なんで？え、なんかそんなだから言って何が面白いの。こっちとしてはね。出たよ、ジャケー。だから何って、ごめんなさい、っていう感じですよね。いや、全然出ないかも。もう結構薄れてきちゃった、こっち来てからね、割と。なもう出せよ。出せよ、なんか出せよ、ラジオだから、なんか出せよ、一つ出せよ、頼むよ。うるさいんじゃボケって。かわいい、でも怒ってもかわいい。
無線機ボケ無線機ボケ、あ、それ広島、おい我れっておい我れ、うん、あ、お前あ、あいい加減に申請や、おいおうるせんじゃボケお前がうるせんじゃボケ、とりあえずね、口が悪い広島弁は飲めボケ、あと大義ってめっちゃ言ってた、大義、うん、もうマジ大義はマジ大義、ダリーナ正解、あ、そう、もう、な、もうオールマイティに使える言葉だよ、大義、これ使ってぜひ、大義なーって、うん、今の気分は大義なーうるせんだボケ壊れ失礼失礼すぎる、本当に楽しいですよ、ありがとうございます、さやのさんは確かに言われてみれば笑顔が猫さんとか狐さんっぽいと思います、しっかり者さんってね感じしますね、嬉しい、なんか結構私的には真逆のタイプのイメージ、コアちゃんと、そう、まあコアラだったら負けたねちゃんとしてる感じがするそう、ちゃんとしてるのかな、どうだろうね、でも本当は甘えん坊で、なんか本当はあの私のことをもっと引き出してって思ってるタイプ、当たってたやだ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 、頑張っちゃおう楽しいよ、もうだいぶ、あ、本当、うん、超楽しい、もうどんどん飲んでね、うん、さっき一気したからねどんどん飲んでいいから、はい、木も登るタイプだったんですね、小学校の頃は、あ、そう、本当に人生年表の読んだらすごいんですよめっちゃ充実とかすごいんですよ、うん、わかんない、人の人生あんまり知らないからわかんないけど今話すから2人ではい、じゃコメント届いたみたいです、コメントありましたよ、お二人が仲良さそうだってラジオも楽しくなりそうですね、さやのさんの酔っ払いエピソードも笑ってしまいましたせっかくコアさんのラジオにさやのさんが来ていただいたならば、うん、コアさんの得意芸を見ていただいたら面白いと思います、 お二人のトーク楽しみにしてます、極悪堂さんいつも私の得意芸見たがるんですよ、すごい、私の得意芸なんだと分かります、うん、むしろない、何、パンストアみたいにするかないつもやってるやつね、みたいだけなるほど、やりますか、やりますかここで投入ですか、いつも言いたいだけなの、そうなんだ、でもやっぱね、ファンはいるじゃない、パンストの絶対そうなの、パンストファンが、ね、いるのよ、私の悩みはこのラジオであの見てる人ってパンストみたいだけなんじゃないかっていうのは結構さ本当に頻繁にやってるじゃん、頻繁にやってて大丈夫、出しすぎじゃない、大丈夫大丈夫かなって思ってるよ、私逆にそのパンストのイメージついちゃうよ、もう、そうね、うん、しかもそれだけのところコアラより薄れてきてるもん、私やだやだやだえ、めっちゃなんかすごいコメント、すごいいっぱいありがとうございます、コメント、みどりくん、方言は相手も同じ方言だと自然に出るもの、やって喋っては割と大変、そうなんよ、ほんまにそれ、ほんまにそう、そうなんです、みどりくんさん、そうなんです、アニマル動物園さんからさやのさんは笑顔がいっぱいですが怒ることはありますか、さっきのが出る時はあるんですか、あんまり最近ないかもしれないですね、年々こう穏やかになってるかも、うん、大丈夫、うん、全然大丈夫大丈夫ですか、本当になんかそれこそね、うん、その高校生とかやっぱ怒って、うん、部活の後輩とかにめっちゃ言ったりしてた時代はあった、ね、けどなんかもう周りに回りすぎてもう今全然なんか何客観視しすぎちゃって何も起こることにならないしなんか悪く言ってしまえば他人に興味がないのかなとも思っちゃうよね、これはね、そっかいや興味あるよ、怒ることさえできない、うん、もう関わりたくない、あ、そう、そっちが勝っちゃうそうなの、そうなのやばい、やばいですよそれ、やばい、やばいですよ、なんかもう、あ、私の人生に関係ないからいいやって思っちゃう、いやいや、ある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 あ、なんかあの人変なことしてるな、あ、でも私の人生には関わりないから、あ、もう大丈夫かなってなっちゃう、あ、もうなんかね、そうなの、だからあんまりそういう道を行ってるんだ、うん、かな、いやいや、でも私的にはさっきのジャケ言ってるさやのさんの方が魅力的ですよ、まあたまにねそういうことはあるけど脳内で再生されてるだけかもしれないね、いやいや言った方がいいですよじゃあ今日は言っていこうかな、今日はおこキャラで、うん、おこキャラ、めっちゃ真逆、大丈夫そう、エンパイさんから私と同じ誕生日の母ちゃんバラは6月の16日、なんですごい覚えてるよ、これはさすがですね私の母と同じ誕生日のさやの、お、そうそうそうなの、やっぱりさ、おつみさきお二人のトーク面白すぎて嬉しい、
やっぱあんま台本通りにやんなくてもいいですね。台本一切読んでないからもうなんかさ、今日ちょっと緊張してたから、そう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 、結構私もね、いろいろまあ台本いただいてから書いてきたの、割といっぱい。すごい、一切使ってないからごめん、どこ使えばいい、どこもういいよ、もう成り行きでいこう、今日は成り行きでね、うん、もうこっちの方が楽しい、私も。あ、そう、うん、めっちゃ楽しいから。はい、そう、あとは何を書いたのって聞いてる。何を書いた、結構本当にね、しっかり書いてる。どこを触れると思って書いたの。え、なんか答える系のことはね、一通り書いてきた。え、なんだろう、あ、まあ、人生年表気になる。あ、そうそう、人生年表の話、ね、聞かれたら答えるですもんね。そう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 、そうなの、ね、答えるって書いて。え、だから、え、そっか、お酒飲んでやらかしたことって他にあるんですか。お酒飲んでやらかしたことなんかいっぱいあるよ。え、聞いた、いっぱいある、めちゃくちゃある。なんかその辺走り回ってたこととかある。え、裸で裸じゃない、服は着てた服は着てたけど、走り回ってたな。一人で一人でいや、みんないたけど、みんな、うん、止まってるのに私だけめっちゃ走って、うん、無駄にちょっとなんか体力あるみたいだから、みんな捕まえるのが大変だったって言ってた。可愛いですね。大学生の話。でも走っただけでしょ。うん、ちょっと走っただけ。大丈夫だよ、じゃあ。大学のお話だから。あ、コメントまた来たよ。広島と言ったらジャケ、まあ確かに川崎と言ったらジャンと言われるみたいな感じですね、うんうん、癒し系サヤノンだけど、コアランビーム浴びて弾けてるね。お、弾けてる。今日弾けてる方、うん、弾けてる方だと思う。嬉しい。もっとなんか割とおっとりした感じだしね、こういうね、うん、あの下着抜いた話はマジでしないの絶対にマジで。コアラブビームを浴びて、うん、コアラブビーム、コアラブビーム、こっちかコアラブビーム、かわいい、かわいい、初めてこんなんやったもんだって出してください、ね、そう、しかもバトン部だったんですよ。そう、バトンやってた。これ結構共通点で、私はチアやってたんですよ。あー、そうなんだ。大会出てましたよね。そうなの。そう、チアとバトンって結構同じ大会出てるんですよね。確かに、あったかも。え、あったかも、確かに。いや、いや、あってはないよ。可能性ある、大会で。可能性ある。可能性ありますよね。確かに確かに。でも同じような感じで、確かに。なんかポンポンも私売ってたよ。あ、すごい、うん、やってたやってた。懐かしいですね、あの時代。懐かしい。もうやってない。毛のチェックとかしました。なんか毛のチェック、みんなでこうやってあの大会の前に、うん、あのいらないものが見えてないかってチェックとかしました。え、やってたかも。ね、いたいた。だってバトンだったらさ、いたいた、結構さ、こうもう上げるからさ、手をめっちゃ上げるのよ。そう、だから脇のチェックとかしたし、やっぱりほら。でもね、なんかこう自分の学校はなかったけど、うん、他の高校の子とかとやったり、はい、合同でなんか練習したりするとかする時に、その高校の子が女子校の子で、うん、なんか女子校ってあんまりそういうのないのかな。ないんだ。全然気にしてなくて、めちゃめちゃあって衝撃受けたことある。みたいな。それはなかった、うん、女子校は気を剃らないってこと。いや、わかんないよ、わかんないけど、私が見たたまたまだったかもしれないけど、うん、なんか衝撃だった気がする。でも衝撃だよね、めっちゃ、うん、女子校ってやっぱ、あ、女子校じゃない、女子校じゃないかった、うん、私も女子校のノリはちょっとわからないんだけど、なんかパンツ普通にこうめぐったりとか全然してたじゃん。それはでも驚愕でもあった。あった。それはなかった。スカートめくりっていうのは。あ、そうそう、パンツめくらないよ、間違えた。パンツめくっちゃダメだよね。危ないよ、それは。危ないね、ちょっとね、一番危ない。スカート、スカート、間違えた。そう、そんで2023年に11月に、うん、そう、芸能界なんですよね。そう、ちょうど、だから1年経ってない。なんか、もう、あれ、ありました、なんか質問とかあったら言ってくださいよ。芸能のですか。先輩なんで、こっちは。でもこれ結構ちょっと本当に分かんないのが、あ、はい、まあ、芸歴ってのがあるじゃないですか。ありますよ。でも年齢ってのもあるじゃないですか。ありますよ。なんか例えば、まあ、コアちゃんだったら私より、まあ、年齢は下だけど、そうですよ、芸能は歴が長いじゃないですか。はい。この場合敬語を使いますか、うん、どっちですかみたいな、なんかその敬語使う使わない問題わからない。私使います。使います。あなたが使います。私が使います。芸歴がないから。なるほど。らしいです。らしい。そう、それいつもなんか、まあ、いつもは敬語。え、でもわかる、めっちゃ、うん、私もそれ苦手。なんかわかんないからとりあえず敬語みたいな、誰に対してもみたいな。そう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 。だからプライベートの話はまあいいかみたいな。わかる。なんか難しいよね。今日は頑張ってタメ口喋ってる、うん、
いいよ本当は先輩面とか本当にやってて、どちらかというといじめられたいタイプなんですよ。え、ド M ためになるじゃん、そっちの方がなんかすごいストイックだねすごいね、いろいろね、そっちの方が。今日は頑張って先輩面してます、うん、そう、そしてあとは、うん、あの私たちのあれの話もしましょう、映画の話も。そうだそうだそうだ、ね、私は炎上祭りって役でやってるんですけど、私はつややかな役としてストリーマーザンパラダイスという映画に出演させていただきました。いただいております。まだ公開はまだですね。そうなんです。でもまあそろそろね、うん、まあ日にちは言えないですけど、うん、そろそろ、そう、冬ぐらいかな、冬ぐらいかな、かなそれぐらいにね、はい、私たちが出てる。あ、出てる出てる、そう出てますよ。これこういうのやってみたかった私。あ、そうそうあ、こっちか、これがね結構あの私、じゃあ私 の, あの、はい、キャラ先言っていいですか、うん、私は結構純粋な、あの頑張り屋さんタイプでして、うん、あの配信頑張るぞってバズるぞっていう、うん、まだ駆け出しのストリーマー配信者の役なんで、うん、頑張るぞっていう純粋な私が見れます、うんうん、最後のあれ面白かったよね。あ、それ言っちゃダメよ。あ危ない、最後のあれね、危ない危ない、最後のあれはでも一番面白かったよね。パンチがあるかも ね、まあ、見てほしいね、見てほしい、ねはい、劇場かどうかわからないけど見てください。さやののキャラは、私のキャラは、まあ、人気ストリーマーの役で、うんうんうん、もうすでに人気、そう、すでにめちゃめちゃ人気なグループのうちの一人、はい、で、まあ、割とファッションとかにすごく精通してて、ね、キラキラ系な感じ、そう、ね、そう、おしゃれな感じでやらせていただいてます、はいはい、どういういつもと自分との違いみたいなのありますか。どうだろう、うん、服そんなにあんまり選ばないかも、私あるもの着てるかも映画だからね、そうそう、映画だからね、まあ、でもね、うん、お洋服いっぱい着るようにはした、だから気持ち的にね、うんうん、結構キラキラしたサヤノンが、はい、明るいサヤノンが見えるということですね、はい、見れますね、はい、まあ、冬ぐらいにね、冬ぐらいに見れると思うんで、皆さん楽しみにしていてください、はい、絶対に見に来てください。はいそうね、じゃあそろそろもう一回飲みましょう。あ、これ飲むは、あの乾杯って肺を乾かすって書いて乾杯だから、ね、あー、なんか久しぶりに聞いたそれ食っちゃった、つい危ない、危ない、肺を乾かすだって、飲めってこと。え、飲まないの。そうですよ、乾杯。本当にきつい。普段あんまり飲まないの。普段あんまり飲まない。飲まないのか。はい、あんまり飲まない。コメントが来ましたね。自由な番組だから飲んでるんですよ。いや、本当にお仕事しながら飲んでるの。配信ぐらいじゃん。そうですよ。ありがとうございます。すいません。すいません、パーセン。全然全然。すいません。なくなっちゃった。ちょっとしかない。コメントいただきました。極悪堂さん、はい。お二人のこれは絶対 NG のことはありますか。むずいな。なんだろう。それは何の NG？ テレビの。そう、何でもですよね、多分ね。NG、NG。私あのホラー無理。あ、怖いの無理。心霊系絶対に無理。つまりだから心霊系の女優やった方がいいってことですよね。本当に無理。なんだろう。お化け屋敷入れない。本当に。あ、すいません。いいですか。すいません。私なんだろう、絶対 NG。だってパンストやっちゃってるじゃんもう。そうだよ。NG なくない？逆にだって、あのローション相撲とかやりたいオールスター感謝祭だっけ、 あったよね、よくあれ、ないっけ、年末とかによくね、ぬるぬる、私もあれで出てみたい。なんだろう、虫とかもだって食べるし、わかんない、ほんと何が NG なのか。虫って何食べるの。あ、でも高所、あ、コオロギとか、高所恐怖症っていうか、結構高いとこから降りるの無理かも、あんまり。バンジーとか、それぐらい、それぐらいです。ポセさんからパンツだったり脱毛の話題だったり、こっちが逆そうだよね、普段こんな話しないもんね。しないですよ。そうだね、そういう番組で驚かせてしまって申し訳ないね。すいません。じゃあちょっとあの、うん、野球の話を楽しみにしてる人もいると思うんで、うん、そっちの話を行きましょう。はい、では野球の魅力を教えてもらおうのコーナー、イエーイ私が教えてもらう方ですからね。さやのさんのちょっと X をご覧ください、うん、ツイッターの方こちら見てください。
見てくださいませ。こちらちょっとスクロールしていただいて、恥ずかしい、ガチトークプロ野球の方に出ましたと書いてありますよ、うんうん、振っております、何かをペンライト振ってますが何を喋ったんですか、これガチトークってこと、アメトークってことですよね、うんうんうん、何を喋った、どんな感じ喋ったんですか、ちょっとなんかね、はい、それこそ12球団、はいの、はい、あの推しの方がいっぱい集まって、はい、その球団についての愛を語るイベントに出てきて、つまり巨人がファンと広島出身だけど、はい、巨人がファン、はい、で巨人の愛を語ってきた。一旦語ってもらっていいですか、一旦一回30秒ぐらいで30秒ぐらいでガチトークそうですよね、多分そうだね、じゃあですね、何話したっけ、もうアルコール入ってるから分かんないよこれ、大丈夫かな、よーいスタート。はい、巨人はいろいろ皆様にお金持ち球団とか言って騒がれておりますが、はい、あの今年ねちょっと怪我で負傷したエリエ・フェルナンデス選手に対して、はいはい、ボードにあのみんなで寄せ書き書いたりとか、そういうあったかい球団でもありますっていうのをその場ではお話ししましてですね、はい、まあその通りあの巨人今年優勝もしましたし、阿部監督率いる巨人軍頑張っておりますので、ぜひぜひあのクライマックスシリーズそして日本シリーズ皆さんまだ見逃せない戦いが残っておりますので、はい、巨人を一緒に応援していただけると嬉しいです、よろしくお願いします。優勝していると、そうなんですよ、おめでとうございます、イエーイ巨人があのセリーグパリーグみたいなやつですよね。そうそうだね、セリーグパリーグみたいなやつみたいなやつ優勝したんですね。そう、セリーグで優勝だね、セリーグで優勝した、1位でございます。ちょっとでも今であんま分かんなかったですね、まだ。あ、マジ、なんか暖かいのは分かったけど、もうちょっと知りたいな。ちょっとコメントいただきました、はい、うん、A パーさん、プロ野球選手の場合いろんな経歴を経て入団しているからか年齢での序列ですけど、お笑い芸人の場合は芸人になった時を基準にするので、うん、年下だけど先輩とかあるあるだそうです。あ、確かに ね、芸人さんそうだよね。そうですよね。ちなみにサッカーでは年上の選手をくんづけで呼ぶという、あ、え、そうなんだ、不思議な習慣がありますね。急じゃにだねこれもね、年上をあ、じゃあ私がさやのくんって呼ぶってことか、年上をくんづけで呼ぶってことは、あ、そういうこと、そういうことか、へえ、そうだね。みどりくんから野球コーナー楽しみしてます。おお、なんかちゃんと語れるかどうか私ちょっと心配なんですよねえ心配なんですよ。もしかしてビジネス野球ですかもしかしていや違います違います、いや私あのね、縦穴ラジオっていうね、そうですよ、そうラジオのアシスタント MC を今やらせていただいてるんですよ、はい、まあ、そちらも皆さんお聞きいただきたいんですけれども、はい、まあ、そのね、あのアシスタント MC になるために、はい、あのオーディションがありまして、もともと私ラジオが好きでアシスタント MC やりたいなって思って応募したんですよ、はい、そしたら周りがもうゴリゴリの野球ファンラジオが先行ってことですね。そう、私はラジオをやりたかった。あ、そしたら、はい、なんか気がついたらみんな野球とかどこどこのファンですカープのファンですとか、あ、やっぱ違う、ちょっと間違えた、これ絶対間違えたってこっからですね。じゃあそう、こっから、そうなんだよ、もともとね巨人を押してたんだけど、おお、そうなんだ、そう、はい、けどなんかそんなに詳しくない、どうしようって思いながら実はやっておりましたこっからですから、そうそうそう、まあまあまあ、まあ、今は詳しい、割と、もう本当に割とハイライトとか毎日のように見てるから。え、じゃあ聞いてもいいですか。いや、どうしよう、答えられなかったら大谷翔平と一平さんはやっぱできてたんですか何の話してんのそういうのか、ね、なんかね、もう懐かしいね、そのトーク、ね、ちょっと前だよね、ちょっと前です、ちょっと前です今割とあのまみこさんとデコピンじゃないの話題としてはさ、でもどうなんですか、どうなんだろうね、はい、なんかでも悲しいニュースだったよね。そうです ね、教科書から消されちゃったりね。あ、そっか、そう、ね、どっちが、いや、一平さんどっちが大谷消されるあれないから本当ですよ、たくさんからコアさん、磯野、あこれちょっと、はい、審議、さっき言うから、ね、この人さ、マジでマジで私にさ、このね、あのオファーをいただいた時にさ、まず磯野さんお疲れ様です、誰やねんって磯野さんって漢字が難しいのは分かる、でも初めて言われたよ磯野さん
はい、じゃあ磯野美咲さんこんばんは、はい、こんばんは、はい、野球観戦は攻撃中は選手別応援歌だったり、うん、ラッキーセブンではチームの応援歌を熱唱したり、うんうん、とお祭り騒ぎなのがいいですね。だって確かにもうねすごいですよ、本当に。球場行ったことありますか？ないです。なんかね応援団がすごい応援団って一般のその見てる人、見てるその観客の中に楽器を吹いたり旗を振ってたりする応援団があるんですよ、はい、その球団ごとに、はい、もうそこの前にいる人たちはやっぱもう最前線で応援歌とかも全部知ってて歌ってるような方々多いので。え、それサッカーもいますからね。まあそうだね、どのスポーツもそうだろうねこれサッカーか野球かの戦いですから今日。何サッカーなの？若干ねどっちかが言えばですよ今のところだって知らない、ルールが難しいんだもん。野球？野球。まあサッカーよりはそうかな。だから今サッカーから入ろうとしてて、あ、入ろうとしてる、しかも。してて、まだ入ってもないの。入ってもないよ。そっか。そう。なるほどね。今日コメントやばいですね。あ、そうなの？コメントえぐい。いつも来ない？そんなに来ない。お、ありがとうございます皆様。さやのパワー。あ、嬉しいです。本当にありがとうございます。でもね、結構同じ人だった。あの見てるだけの方、ちょっとそこの見てるだけの方ね、見てるだけの方、はい、みどりくんジャイアンツファンとのことですが、東京ドームには年間どのくらい行きますか？やべ、これこういうのだよね。せーの、今年はいゼロいやもう本当に申し訳ない、ちょっと行く機会がなかった。でもこの前ちょっと待ってよ、この前神宮には行ってきたからね見てるのなんかいるじゃん、やっぱさファンでもさ現地に行く人とさ、なんかあの家で見守ってるタイプの人いるじゃん。そっちそっちやめな行きたいの。でも行きたい気持ちは山々。一緒に行こうじゃん。そう、あ、行ってくれる？一緒に行こう。やった。エイパルさんからさやの応援してるけどアンチ、何これ、読売、読売、読売の私、うん、地元のチームベイスターズが3位になったので、うん、タイガーズに勝ち抜いて読売を倒すぞ。タイガースね、タイガース、うん、読売を倒すぞだって。よ、ベイスターズ、 DeNA ベイスターズが横浜ね3位に、3位だったんだ、なりました。そのセリーグの中で、はい、今巨人が1位で、1位で、2位がタイガース、はいはい、3位がベイスターズ。ほうほう。でその3位中、また1位を決めるクライマックスシリーズっていうのがあって、はい、その2位3位の戦いのことをこの方はおっしゃってます。ありがとうございます、はい、すいません本当に、はい、すいません。読売をね、そう、読売ね、読めないよね。読めないよ。私も最初なんかあの新聞のやつだと思ったらそれが読売だって思った。読売新聞ってあるよね。ありますね。そう、ちょっとエイパーさん最初のうちに野球よくわからないんだよなと言ってたのでさやののためにみんながいろいろと教えてあげて、結束がすごかったよね、うん、みんな教えてくれたんですよ、優しい、配信で。ちなみに大谷さんの奥さんのいたバスケチームは私の地元なんでよく見に行ってました。おお、どこだろうどこだろうね。大谷さんはやっぱ好きなんですか？大谷翔平やっぱさかっこいいよね。その魅力的なのはどういうとこなんですか？ちなみに私はそのチアーポーズをしてたんですよ、うん、チアーポーズ、チアーポーズで走ってたところを見て大谷さんが、はい、へーってちょっと引いちゃったんですけどそれを超える、あ、そのデコピンポーズ、あー、デコピン、ね、で走ってたんですよ大谷さんが、うん、それを見て、デコピンってチワワじゃないけど、チワワだデコピンポーズして走って、え、大谷さんそっち系って思ってたんですけど、うん、それを超える、カエル化しちゃったってこと？そう、カエル化大谷さんにカエル化する人あんまりいないよマジで。でも分かんない、野球知らないから凄さもあんま分かんないんですよ。でも本当にさ、なんか発言一つ一つがさ、はい、人間に溢れてて、なんかもうすごい素晴らしい人だなと思うし、はい、なんか目標のためになんか自分がやらなきゃいけないことめっちゃ把握してるからすごくない？あ、まあ、なんかそういう、ね、そう、そういうのすごいなって思うし、なんか奥さんとかね、家族大事にしてるかもめっちゃ伝わるし、はい、なもうなんか逆に欠点を探してしまうぐらい良すぎて、なんかアニメのキャラみたいですね、もうね、主人公だよね。あ、あね、まあ、そうですよね。であと肌がめっちゃ綺麗。あ、そこなんだ。コスメデコルテ使ってるらしいですよ。なんだろうそれ、デコルテ、デコルテ、デコルテ使ってんだ。え、それはおかしいよ、ね、いやデコルテ使えばやっぱ肌綺麗になるんだとは思ったし、あんななんかさストイックに練習してる中でもさ、はい、肌綺麗ってやっぱすごくない？日焼けめっちゃするだろうしさ。確かにシミとかね。そうないのよ。どうしたの、どうしたもんか肌が綺麗な人はやっぱ、ね、本当に尊敬しますよね、うん、私もデコルテ使おうかなと思って使ってみたけどさ、やっぱ1回が高いよね。高いですよ、高いの。だから続けられなかった
こっちがこっちがそれは夢は何なんですか、その、うん、その芸能始めたじゃないですか、うんうん、なんか夢とかはないんですか、お金儲けるとかそういうのはないんですか、お金儲けるか、うん、っていうよりもなんか私はなんかドラマとか映像に出てなんか人の心を動かせるような女優さんになりたいなって。それ具体的にそうないんですか、具体的な地上波のテレビドラマ、あと全国で放送放映してる映画に出る、結構が割とリアルな目標かな今の。結構儲かるんじゃないかなこっちこっちでこれで使えるんじゃないかな。ね待って、す全もうなんか喋りすぎてたら割とさ時間がないみたいですよ。コメントもありがとうございます、急ぎ目で読みます。ポシさんからサッカー派のポシ、あ、そうなんだ、サッカー派の人もいるね、ごめんね、野球のトーク全然してないけど大丈夫さっき。俺は球場観戦した時にはスタジオグルメを食べました、ね、お母さんも食べてみてください。え、どうしよう、え、ちょっとラーメンの方の用意はどうなんでしょう。そんなにちょっと待って、もうステイ、じゃあちょっと野球デートしましょう、一旦怖いんですけどこの人一旦野球デートする、一旦イメージでイメージしたいんで、いいですか、一旦私彼女で、そっちが彼女ちょっと待ってよ、いや初めてなんで行ったことないんで彼氏絶対放置してるよそんな。え大丈夫、ちゃんとリードしてもらっていいですか何リードするんだろう、ちょっとまあじゃあラーメンが届くまでの間前でね、うん、ちょっと初めてなんだけど野球観戦すごい楽しみ、うん、まあ見とけばわかるっしょ。えルールわかんないんだけど、ルールわかんねえの、わかんない、どっから説明したらいいんだ、それもわかんない、ルールわかんない、とりあえず点入れば勝ちで、わかんないラーメンできたらしいですラーメンができたらしいです終わり、全然わかんないの、だって終わり、これだってルール説明してたら番組終わっちゃうもん、もう終わり。いや説明する優しいタイプの彼氏はじゃあまたあの別の機会があれば演じるということで、はい、一旦ラーメン食べますか、もうね、はい、なんかよくわかんないけど、ちょっとよくわかんない、なんかこの番組ね体を張った企画が毎回あるみたいで、それはやっぱり大事ですから、まあね、限界を超えましょう。トルティーヤを前ね顔にぶつけて遊んだんですか。そうですよ、そうですよ遊んでないか、今日は、はい、私がその罰ゲームとかのなんか罰ゲーム問題っていうのがあって、その本当に辛いラーメンとはどれなんだっていうのがわからないっていう問題、うん、だからまずそもそも罰ゲームも作れないっていうところから、罰ゲームのラーメンをどうしようかっていうところだったんですよ。なるほど、なので今日はどのラーメンが一番辛いのかっていうところを検証しようと思います、はい、皆さんもやっぱ気になると思いますよそれは。ということでまずは一旦こちらの紹介しますが、あの激辛辛ラーメン激辛辛ラーメン、辛ラーメンって普通のやつが辛いんですよ、赤い、ね、パッケージの、ね、赤いパッケージの、うん、なのにこれは激辛がついてる、やばいよ、レッドってついてるもん、かなりこれは苦しいんじゃないかと。そしてこちらはペヤングさんですね、ペヤングさんの方のちょっとパッケージ今ないんですけどすいません、うん、あの激辛の方ですね、こう真っ赤だったね、そう、うん、ま、真っ黒でしたよね、あ真っ黒だったっけ、確かピンクが普通だけどそれでも辛い、うん、でもこちらの黒バージョン、やべえよ、あ違うペヤング赤だ、赤ペヤング赤 赤だったで、こちらがあの真っ黒なんだっけ、ブルダックボックミョン、そうブルダックボックミョン、ブルダックボックミョン、ということで3つ用意しているんで、これやばいって最後のやつ、これ一番やばい本当に、どちらが一番辛いかっていうのをまずあの食べて検証しましょう。もう匂いがやばいもんだって、ちょっと待ってコメントがさ、私こんな体張ったことないけど大丈夫かな、頑張って、ガチ野球好きを連れて行った彼女を置き去りにして試合に集中するあるあるですね、ほらほら、エパーツ、それは良くないよ大谷さんの奥さんのいたバスケチームは川崎側が本拠地の富士通レッドウェーブ、川崎ですね、あ川崎なんだ、うん、ちなみに女子バレーのレッドロケット川崎には小川紗理奈さんがいました、わからん、ちょっと詳しすぎてちょっとあれですね、やばいよやばい、ちょっと食べよう、いただきます、じゃあ私はちょっと激辛からいきます、はい、辛ラーメンから、全部激辛やけど辛ラーメンからいきますで、さやのはじゃあペヤング食べようかね、一緒に食べる、一緒の方がいいか、じゃあはい、一つずつ一緒に食べるじゃん、辛ラーメンから、マジ飛ばさないやつ、そうだよちょっと、ね、危ないからね、辛ラーメンから、いけ、そっか、せーの、これ混ざってないんじゃない、大丈夫、うん、混ざってないかもしれない、え、これ辛い、辛くない
よ。これは辛くない。曲がってないもん。混ぜて混ぜて。これ辛い。辛くないよ。激辛辛ラーメン。しかも後からも来なかった。ちょっと待ってみたんだけど。ちょっと待って。あち。混ぜるのが先行だから。あ、混ざった混ざった。ちょっとこれ行こう、もう一回行こう。うん。辛い？舌に残る感じはちょっとありますけど。マジで飛ばさないでね、本当に。いただきます。これ辛くないかも。大丈夫よね。大丈夫。味は多分あの水っぽい、ちょっとなんかお湯が強いかも。うん、ちょっと分量間違えましたかね。これ大丈夫ですよ。次行こう次行こう。これはそんなに辛くなかったです。いけました。辛ラーメンは。辛ラーメンの方が辛いんじゃないかな。ちょっと待って、やっぱ本当はこれ分量がちょっとおかしかった。これ行こう、混ざってないじゃん、ね、辛いとこ取って、すごいすごい、そこしかついてないじゃん。ペヤングじゃない、これペヤングね。いただきます。ペヤングいきますよ。辛いかな。あ、でもちょっと辛くなってきた、辛ラーメンが。でもいただきます。いただきます。しょっぱいねえ、ここ絶対、あ、辛い辛い辛い。ちょっと待って、ここ絶対食べるとこ間違えた。辛っ。これ辛い。私結構辛いのいけるけど、辛い。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 胡椒も効いてる。なんでこんなとこ取ったんだよ。これ結構いいかも。急ぎすぎだよ。よし、次行こう。これね、ここね。あ、辛っ。辛いわ、これ。ちょっと、この辛いまま、これ、これ一番やばいよ、絶対。辛い、辛い、辛い、辛い。これマジで、あー、やばい、やばい。待って、これペヤング結構きます。激辛です。これどれくらい辛いか、どれくらい辛い、舌がヒリヒリするぐらい、舌がヒリヒリする、舌がヒリヒリする、全毛穴開くぐらい辛い。あ、じゃあマジで、私はまだそこまで行ってない。あ、そう。プルダック行って、プルダック。これ絶対辛い。しかもこれ絶対作り方違うって、なんか時間がない。時間がないんだよ。じゃあ辛いとこね、えなんか硬いし、いいかいいか、硬いし、硬いけどしょうがないから。いただきます。辛い、これは辛い、ペヤング辛い、ペヤングいいかも、罰ゲームに。ミーミーさんからなんで辛いの食べることになったんでしたっけ。これやばい、やばい、なんか硬いのも相まってやばい。硬いのも相まってやばい。これが一番辛いかも。辛い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 。あ、これやばいやばいやばい、やばいよね。痛い痛いね。鼻水。鼻水が出る。これこそ毛穴開いちゃってる気がする。映さないでください。でもちょっと甘い。ちょっと甘い。甘くないよ。辛いよ。ちょっと。あ、やばいやばい。本当にやばい。え、もっと食べたら。この人。辛さを何かに例えてだって。辛さを何かに例えて。辛さを何かで例えて。マジで無茶ぶりよ、本当に。きつい。辛さを何かに例えると。交通事故にあったぐらいからなんか、ずるいじゃないよ、そんな。いや、私は考えてんの。考えてんだよ。考えてるけど、前ゴキブリ食べ、ゴキブリじゃないけど、なんか虫を食べた時に鼻水が出たけど、その時よりももっと出るぐらいから、うん、やばいやばい、本当にこの辺の汗映さないでください。毛穴が開いてる。野球的に例えばある、なんか野球のこの辛さの例え、野球的な、やばい、涙が出てきた。辛さの例え、9回ツーアウト裏からの逆転ぐらい辛い。あ、そうなんだ、はい、そうなんだ。辛い辛い辛いね。辛い、マジで辛いわ、本当に。はぁ、待って、これで終わり、番組大丈夫そう。終わり、開いちゃってるよ、毛穴、本当に。どうする、続ける、あ、告、あれしようか、告知するわけ。あ、やばいよ、辛い辛い、今になってくる。告知してください。放送1分前です。はい、さやの岬、立花ラジオという、ラジオ番組のアシスタント MC を担当させていただいております。今アップルポッドキャスト、スポティファイほか主要ポッドキャストサービスで聞けますので、全4回分今放送されております。6回分までありますので、ぜひ皆さん、あの、楽しみに聞いてください。よろしくお願いします。もうなんかちょっと涙。じゃあ私が告知したらこれ全部食べきって、ちゃんと。マジで言ってる、本当に言ってる。じゃあ私の、はい、告知の方は、写真集、ちょっと、あの、私の創作編集なんですけど、写ないじゃん、初めて、あの初めての沖縄でね、それまだまだ、あの、好評発売中ですので、あの、水着の写真集なんですけど、ぜひ
見てください。あとサウナの連載の方も YouTube 載ってるんで、あのねサウナ初体験というところ、こちらのね見てください。サウナ行きたい。その他にもいっぱい載ってるんで見てください。お願いします。なんでこんな涙な涙な食べてる。偉いよ偉いよ、センサー偉いよ。でもまずさ、バッティングセンターとか行かない？あるある。そこバッティングセンターならさ、パンストやってくれる？パンストさ、それで投稿しようよ、うん、パンストでバッティングセンターしたって。辛い。それでいい、うん、どう、うん、マネージャーさんに確認する最後までダメだった最後までダメだったよ。皆さん次回も見てください、はい、ありがとうございました。まあ、感想あったら10秒で言って、5秒ぐらいで、うん、辛すぎて涙が出ます。ストリーマーザンパラダイス、皆さん見てください。辛い。バイバイ。痛い痛いよこれ。だね一番ね、これやばいよ。でも結構食べてる。偉い、すごい。